ベステロースは、スウェーデン中部スベアランドベストマンランド地方の都市。ベストマンランド県の県庁所在地である、ベステロース市の中心地でもある。メーラレン湖岸の都市で、ストックホルムの西約1 0 0トルに位置する。中心部人口は10万7005人で、国内第5位。市人口は13万2920人で、国内第6位である。ベステロースの位置、ベステロースは、 国内だけでなく、北欧でも最も古い都市の一つである。紀元千年以前、バイキングの時代に植民が始まったとされ、11世紀初頭には国内第2位の都市となった。また12世紀に入る前には、市教座都市となり、続く世紀には大聖堂や修道院が建設された。13世紀の終わりには、初の軍隊も設立された。 1623年には国内最古のギムナジウムであるラットベケイアンスカ、ジムネシットがヨハネス・ラットベキアスによりベステロースに設立された。18、19世紀にはキュウリがよく育ったことからキュウリの町と呼ばれるようになり、それは現在でも聞かれることがある。ベステロースは特に工業都市ということで有名であるが、小売業の町としても有名である。ありがとうございます。